はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回はバルブ作っていきますね。バルブですが、よいしょ、まあいろいろ指定はありますが、重要なのはこのシャフトの部分がこの穴にちょうどいいサイズであることですね。なのでこの穴全部一応測ってきます、確認のために。一応同じリーマットをしているので同じ穴が開いてるはずなんですが、確認のコードはまあこんな感じのやつで、3点式のマイクロメーター欲しいですけどね、ちょうど良い寸法になったらマイクロメーターで測ると。4.00 の穴の中をこすってる感じが一定になるように、 3.99、 測定器が合ってるかどうかも不安だし、きちんとしたホールテスト欲しいですね。ただ3mm、4mm が測れるのって少ないんですよね。まあとりあえずこれで測っていくしかないですね。欲しい機材はいっぱいありますが、贅沢を言ってても仕方がないので、はい、全部の測定終わらせました。おおむね 3.99 から4.00 ですね。すべてその数字で揃っているので、まあ問題ないでしょう。なので、バルブステムのシャフトですが、0.02 ほど細くした方がいいかなと思うので、一応 3.97 とか8を目安にします。バルブの素材はこれドリルロッドですね。焼き入ってないので削れます。はい、いきなり完成していますが、今回試作の部分の編集はほぼすっ飛ばします。今回はバイトを作ったりジグを作ったりと意外と作るものが多いので、そういう編集となりました。本番の制作はこの後に編集してありますので、そちらで説明いたします。切削加工、バルブの切削進めていきます。手持ちのバイトでは半径が合わなかったので、手持ちだとこういう感じなので新しく1本作りました。今回はこういう作業が多いですね。はい、バルブフェイス削るように1本ちょっとバイト作りました。これでこの向きで削っていけばバルブフェイスになるはずです。次やりたいのはここのフェイスの整えることですね。なのでここを掴んでここで押さえるような、なんかジグを作んなきゃなんないですね。よし、ではジグを作っていきます。ジグの製作ですが、今回はそんなに難しいジグではないですね。基本的に旋盤で掴むためのジグです。まあ専用のチャックといった方がいいですかね。ただどうしても試作しながらジグを考えていくので、時系列が結構バラバラになって編集しづらくなってしまったんですよね。すり割りできました。見えるかな、こんな感じです
スリットになってるんで、これでバルブをつかめますね。さて、ちょっと途中まで削っちゃいましたが、もう一個のジグ作ってきます。加えられるのでこれで OK と、はい、弓の子ですり針作ってきました。これで OK だと思います。じゃあこれで量産体制整ったので、なんとかここからは量産してきます。はい、試作も終わって問題点の洗い出しは全てできましたので、これで量産に入れますね。試作の時は三つ爪でやってましたが、やはり四つ爪の方が都合がいいので四つ爪に乾燥してあります。まずは芯出しをして、その後センタードリルでセンター作りますね。ただ今回シャフトが細いので、センターはなるべく小さく作るようにしています。センターができたらデジタルのゲージで減点出しをしてから加工を始めていきます。あまり正確でないデジタルですが、あるのとないのとでは全然難易度が変わってくるので、あってよかったです。さて、こっからひたすら切削ですね。まずは11ミリになるように目指していきます。ちょっと手前側にピント合っちゃってボケボケですが、今粗削りをしています。粗削りとは言っても 0.25 ミリずつしか削れないですけどね。最近買ったデジタルのマイクロメーターです。2200円でしたが、かなり重宝してますね。とりあえず最初の目標の11ミリになったので、次は5ミリを目指して進めていきます。最終的にシャフトは4ミリとなるんですが、この旋盤はどうしてもテーパーに削れてしまうので、5ミリで一旦止めてテーパーを矯正していく必要があります。まあ実際にやる作業は芯押し台の調整ですけどね。まあ計測して芯押しで調整して、また少し削って計測して芯押しで調整を繰り返していきます。そうこうしているうちにシャフトが予定寸法になったので、バルブの傘のテーパーの部分をやっていきますね。ここは姿バイトなのでちょっとビビりますね。そして45度の角度つけたバイト でバルブフェースの部分を削っていきます。あとは突っ切りで切り落とせば第1段階終了ですね。突っ切りで最後まで切り落とすのは怖いので、溝だけを入れて、あとは金の子で切っていきます。2個目以降はもうタイムラプスで進めていきます。
合計11本作るので、あと同じ作業を10回繰り返します。だいたい1本作るのに1時間半前後ですかね。なのでこの作業中は、まあ仕事終わりに1本か2本作れればいいかなっていう感じでしたね。正直バルブは市販品を探した方が良かったかもしれないです。ただ設計段階で見つけられなかったので仕方なく手作りという形になってしまいましたね。ここから先はかなり複雑な形状でも数作らなくてはいけないことが多いですね。多分この後一番苦戦しそうなのはロッカーアームあたりですかね。複雑な形状で数も作らなくてはいけない。フライス版での工数がかなり増えそうなので、どうなんでしょうね。まだロッカーアームまで行ってないので予測はできませんが、結構苦戦しそうです。そうこうしてるうちにそろそろタイムラプスも終わり頃ですね。タイムラプスで見ると早いんですけどね、実際には結構時間かかってます。動画見てる人の中には4気筒なんだから8個でいいじゃんって思う方もいると思いますが、そうやって8個だけ作ろうとすると必ず失敗します。なぜかは分かんないですが、だいたい失敗するので余分に作っておきます。では試作の時に作ったジグ、まあ掴むやつですね、これにセットしてラッピングをしていきます。はい、ラッピングの準備整いました。ラッピングですが、予定では 3.98 を予定してたんですが、目標値変更して 3.99 ですね。なので今これ一番細いやつですね、さっき測った時に 3.995 なので1000分の5ミリラッピングします。まあ、こんな感じで行ったり来たりをひたすら繰り返してきます。まあ、正直退屈な作業ですね。で、後ろ下げると。ちょっとだけ磨けたので、そしたら計測ですね。ういっと。990と。こんなもんですね。たくさん削んなきゃいけないやつもあるので、それは時間かかりますね。もっとまあ正直見た目上の変化はほぼないですね。これも同じ作業をあと10回繰り返していきます。よし、はい、シャフトの仕上げ、シャフト部分の仕上げですね、ラッピングによる仕上げ全部終わりました。合計11本ですね。目標値が 3.990 なので、まあ1000分の1ぐらいは許容範囲でしょう。次の作業ですが、この傘の部分ですね、この部分作っていきます。今掴み代を取ってあるので結構厚く作ってあるんですが、ここを削ってしまいます。まあ、削るにも直接これシャフト掴めないのでこういうジグがあります。はい、これで外側の側ごともう掴んでしまえばシャフトに傷つけることはないですね。まずは芯なしですね。ここもセンタードリルで穴を開けておいて、センターを押しながらの作業となります。どうしてもバルブの傘の部分はつかめなかったので、可能な限り負荷を減らすための対策ですね。
最後に残ったへそ状の部分はノコで切ってしまいます。残りの 0. 何ミリかはゆっくり削るしかないですね。さて1本終わったので残りもどんどん進めていきます。ここまで来るとだいぶバルブらしくなってきますね。テンションもかなり上がってきました。まだ溝と切り詰めをやってないのでそれを進めていこうと思います。溝と全長に関してはそこまで厳密にやらなくていいので最終的にはロッカーアーム側のネジで調整なので、ここら辺はぼちぼち合わせとけばもう手書きで目視でやるしかないですね。まず青ニス塗ってきますね、全部に。このハイトゲージダイヤルは生きてるんですがカウンター壊れてるのでいちいち数えなくてはいけません。見えるかな。試作の時は水を入れと突っ切りを同時にやったんですがリスクが大きいので水を入れだけとしてあります。水を掘ったら見えるかな。ほとんど見えないね。なんとかここまで一本の脱落もなく作業を進められましたね。1本ぐらい脱落すると思ってました。あとは手作業で仕上げていきます。先の旋盤作業の時印はつけてあったのでその印を頼りにノコギリでカットしてヤスリで整えるという形ですね。今49だから完成しました。これが試作の1個ですね。レイヤーだと11本、試作はちょっと寸法ミスったので使えないんですが残り使えるものが11本、ほぼ寸法は揃えてあるので問題ないですがこの中でより状態のいい8本を優先して使っていきます。はい、引き続き作業してきます。次作るのはバルブスプリングリテーナーとバルブコッパーですね。形状は比較的単純ですね。ただ小さい部品なのでつかみしろがあまりないのが問題点ですかね。さてまずバルブスプリングリテーナー作ってきます。先行してジグだけは作りました。
これでスプリングリテーナー作れるんで、では旋盤にセットして、材料旋盤にセットして作業を始めていきます。まずはいつも通りセンタードリルですね。そしたらドリルで穴開けしていきます。数作るのでできるだけ深い穴にします。あとは突っ切ったらバルブスプリングリテーナー第一段階終了となります。突っ切れたと。とりあえず今回は12個用意しました。そしたら作っておいたジグにセットして反対側を切削していきます。この段階では面を整えて距離を調整するだけですね。この部品はバルブほど精度を要求されないので結構気が楽です。その代わり単調な作業となるのでだんだん飽きてきますね。はい、これで下処理第一段階終わりと。いけそうだよね。そしたらバルブコッターが入るへこみ部分を作っていくんですが、中塗り用のバイト作るのがもうめんどくさくなってしまったのでエンドミルを無理やりくっつけて切削しています。うまくいくか不安でしたがなんとかなるもんですね。当初12個ストックがあったんですが1個はボツったので残り11個ですね。まあ必要なのは8個なので問題ないと思います。こっちはデコでこっちがボコッと、でこの向きでバルブ入ります。はい、次に作るのはこのバテ型のコッターですね。まあ素材は SS で十分だと思うので SS でいきますか。これも基本通りセンタードリルを打ち込んでから外形切削をやっていきます。次は 3.3 のドリル通していきます。これでパイプ状のものが出来上がりますね。突っ切りですが幅3ミリとかの、突っ切りバイト使っちゃうともったいないので折れたノコ針を再利用したこの専用突っ切りバイト使います。まあこれでうまくいけばいいですがこれ剛性ないので切れないかもしれないですね。あとは出来上がったパイプ状のものを輪切りにしてたくさん作っていきます。よし、ちょうどいいね。 1.3 OK です。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ぐらい作りましたね。まあ寸法的に使えるのが12個か11個なのでちょうどいいと思います。バテ型ワッシャー作っていくんですがフライスはうまくいきませんでしたので、こっから先全部手作業となります。
よいしょ。こっからはヤスリで仕上げてきますね。先に火を見抜けて。いい感じに入るので、とりあえず残り全部を仕上げていきます。はい、バルブ関連、とりあえずは一通り部品はできました。バルブにバルブスプリングリテーナー、そしてバルブコッターですね。馬蹄型のバルブコッター。バルブシートカットは後にします。まだシリンダーのホーニングやなんかもしなきゃいけないので、その時に一緒に取ろうかと思います。とりあえず仮組みしてみますね。まずはオイルを入れて、油を刺してバルブを突っ込むと、動きは悪くバルブスプリングを入れて、スプリングリテーナーを入れて、コッターをほいっと、コッターを入れて戻すと。はい、OK。よし。こんな感じで基本的には OK。です。一応バルブステムシール代わりにオーリングなど、ゴムのオーリング買ってあるので、それも組んでみますね。これうまくいかなければまた少し設計変更して考えます。今やったのはオーリングなしのやつです。最悪これで動かします。オイルはまあじゃかじゃかなくなってくでしょうが、なくなったオイルは継ぎ足しゃいいので、あんまり気にしちゃいけません。じゃあまたオイルを入れて、オイルをちょっと垂らして、でバルブを突っ込んで、そしたら今度はゴムシールを入れて、でザガネを入れます。スプリングも入れます。スプリングが二重になるんですよね、今度は。で、スプリングを入れて、で、バルブ、スプリングリテーナー入れて、で、コッターで閉じると。少し短くなるな、こっちだと。オイル下がりは減らせるだろうな。もしバネライトきついようなら、大きい方のスプリングを変更して対処するしかないですね。
シリンダーヘッドらしくなってきましたね。巻く量はまあこんなもんなので問題ないですね。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。次回はシリンダーヘッドカバー鋳造品の仕上げの予定となります。